はい。それでは、物理の授業を始めます。本日は、東大前期2015年の熱力学の問題の続きですね。うんえー、というわけでそう、今度2のパートですが、うん、はい。図3の1の状態ね。お馴染みのこれです。水面からちょいと容器の頭だけ出てますよとね。うん、で、ここのところですと気体の温度は、 ラージティーであったとね。で、それでもって、今度はそう、温度変わりますよ。だって、はっきりと、これを加熱したところと言ってますからね。で、容器は水面に浮いたまま、ゆっくりと上昇しね。気体の体積は5分の6倍になったとね。で、それでもって、まず一番ね。 この過程において、期待がした仕事を W ね。これを RT を用いて表す。いうことでな、期待の体積5分の6倍になったよとか言ってますから、体積が増えた分なんていうのはもう明確なわけですよとね。だけど、ちょっと確認しないことには、なんともこの W なんか求められないじゃないですかというね。 まあそういう面もあることに注意してやっていきましょうとね。うん、さあ何を確認するんですか、おっさんと言われますが、これだよ。常、うん、に、まあさっきからの記号ですが、P0 ね。うん、まあ内部のところの圧力ですけれどもね。うん、これイコール、大気圧というか水面で受ける圧力 P たす S 分の MG ね。うん まあ、要するにこの容器の質量ね。まあ、そこのところによる圧力ね。うん、まあ、こういう関係がちゃんと浮かんでいますよとね。浮いたままゆっくりと上昇。加速度つきませんからね。っていうことになりますもんでそよ。ちゃんと力の釣り合い成り立っています。ということは、誰が何と言おうと、低圧変化そのものじゃないですかという。 まあそこのところを確認してもらったならば、もうあとはね、ラッキー問題じゃないですか、実は。はい。w イコール、はい。ずっと決まっている圧力の p0 ね、うん。で、それでもって、そうなんだよ。さっき、v0 でしたとね。うん、それなんだとすれば、 5分の 6V0 になりましたとね。っていうことなんで、体積増えた分っていうのは5分の 1V0 ですね。うん。っていうことでそう。圧力かけるデルタ V ね。体積の増分ですよ。ということで、まさしくそう。機体が外めがけてした仕事ね。これが出てくるよという話になるんですけれども、ちょっと待ってくれとね。 あくまで問題は RT を用いて表すという風になってて、なんなんであの P0V0 ってなと。勝手に作った記号だろうというね。話になっちゃうんですが、もちろんここは、機体の状態方程式の出番ですよとね。で、それでもってそう、冒頭確認してねと言った通りで、これ、1モルを考えてるんですからね。 怪しげな N モルじゃありませんからね。ということなのでそう。状態方程式によりまして、P0V0 イコール、うん。1かける r t ね。うん。ということでそう。P0V0 が RT ですよね。5分の 1RT というちゃんとフォーマルな答えが出てきておしまいよという、そんなお話です。あとそう。 ちゃんと理想期待ですよという話になってますから、この理想期待の状態方程式とは正しいお名前ですけれども、これに厳密に従うんですよということも、まあ一応ね、頭の隅では思っといてくださいなと。まあそうじゃない問題なんてめったに出ないですけどもね。じゃあ、そしたら次いきますか。あ,あ。今度は、この過程において、 気体が吸収した熱量9ね。これを RT を用いて表すとね、うん。いう話になっていて、これもまたね、ちゃんと確認してる人はなんも怖くないんだけれども、適当に適当に流している人だと詰まるんだろうな、きっとな。はい。圧力一定ね。繰り返しますが。で、 体積5分の6倍になったよと。いうことは、そうそう。シャルルの法則の出番じゃないですか。もちろん、1モルについて考えてますが、物質量の変化なんかもないですので、体積温度のみの変化のお話ですから。で、それで、シャルルの法則というのは、まあそう。体積と絶対温度ね。 絶対温度ですからね。度子じゃダメですからね。これらが比例の関係にあるよという話ですから、体積が5分の6倍になったら温度だって5分の6倍、具体的には5分の 6t になるじゃないですかというね。まあそこのところをしっかりと分かっておいてくださいなというあで、それでもって次こそが勝負だろうなという話になりますが、はい。 もう何気なく書いてるだけで終わってますが、Q イコール2分の 5R ね。なんだっけこれって話ですが、これは単原子分子理想気体の場合の低圧モル比熱じゃないですかというね。だから確認しとかなきゃダメよと言った通りですよ。ね。ああで、 2分の 5R。成り立ちとしては、低赤モル比熱の方ね。こちらは、低厚モル比熱よりも小さい。そりゃそうだな。だって、外部に仕事ができないんですからね。で、それが、2分の 3R なわけよ。で、それでもってそう。あの、マイヤーの関係とかなのがありますね。だから、それに R だけ加えたら、間違いなく、低厚モル比熱が出てくる。 だからそう、例のマイヤーの関係ね、R 足すやつね。あれっていうのは別に、そう、単原子分子であろうが、二原子分子であろうが、三原子分子であろうがね。その関係は等しく成り立っておりますからな。だから要するに、定積モル比熱が分かれば、定厚モル比熱は R を出すことによ足すことによって、すぐに出てくるんですよという。だからね、あんな法則、まあいいや、なんて言ってる場合ではないんですからね。しっかりと押さえておいてくださいよと。 いうところです。だから、そう、脳書きは長くなってしまいましたが、結局、2分の 5R。かける、まあ、要するに、低圧モル比熱かける温度変化ね。で、ここのところでは、5分の 6T 引く元々の T ね。うん、というわけで、そう、2分の 1RT ですよと、と、うん。まあ、こんな感じで出てくりゃ、OK ですよ、という話でした。うん、まあ、だから、もちろんね、 シャルルの法則も使えなきゃいけないですけれども、やっぱりなんだかんだと言って、ちゃんと単元子分子のお話をしてますというね。そこら辺見逃さないようにね、というところです。で、さてさて、まだまだ続くよ、ローマ数字の3ですが、うん、今度そう、図3の2ね、うん、こんな風に、 容器全体が水中にある場合を考えましょうとね。でなぁ、まず1ですが、容器に働く合力が0となる釣り合いの1の深さ H ね。これを求めようと。ただし、機体の温度はラージーですとね。で、それでもって次が謎なんですな。 mp 分のロー Rt ね。これは1より大きいとする、うん。だからね、別に熱力学の分野に限ったもんでもなく、物理の問題を解いていると、なんかわけのわからない数式ね。これがなんちゃらより大きいとか小さいとかね。そういう話が出てくることがある。これヒントなんなんすかなんなんでしょうというね。そこら辺は悩ましいところではあるのですが、 正直な話気にしないで解いてください。で、気にしないで解いていって、最終的に答えが出てくると、ああ、なるほど。これがあるおかげで、現実にありえない値とはならないのだねという。まあ、そこら辺がわかりますから、まあ、こういう設定は一種の健在用のものだよというね。だからそう、これがなんだかわけがわからないとかね。あと、あるいはそう、これを当てはめると現実にありえない値が出てきちゃうとかね。 そしたらまあ残念ながら間違ってるんですかと。まあそんな感じで、スパッと当てはまったらそれで絶対合っているというわけではないですが、合っている可能性は高いなという。まあそこら辺の判断がつくよという程度です。で、さて。まあやっぱりな、当然釣り合いの話になりますけれども、はい。話が変わりましたので、期待の圧力ね。今度は、 p1 でやってみましょうかとね。で、そうすると、はい。またまたそう。この水圧との釣り合いですよっていうのを考えて、下向きの p1 ですね。で、それでもってそう。この水の深さは1ですよということになりますので、 p プラス s o gh, かけ s ね。これとちゃんとつり合いになっているじゃないですかという。まあそこら辺を分かっておいてください。で、そして、まあそう。あの、1の括弧1ね。これを解いた経験があるというよくて。で、この時のそう。期待部分の高さね。 これをそう、B1 のように決めておきましょうとね。で、そうすると、結局そうなんだよな。あの、容器ね。容器は重さ MG だけありますとね。いうことだから、これ、浮力がないんだったら、どん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 沈んでいってしまうわけよとね。うん。ですが、実際のところは、そうです。 容器そのものの体積は無視だけど、この気体部分の体積っていうのは間違いなくあるわけじゃないですか。で、それでもってそう、D1×S ということになるわけですけどもね。で、はい。あと、それにローと G をかけてやるよということで、まさしくそう、排除した流体ね。それに生じたであろう重力分という、 浮力ということになるわけですな。だからそう。それと MG 釣り合ってくれたならば、ちゃんとこの状態で維持できるじゃないですかという。まあそこを見といてくださいなというお話。で、それでもってそう。訳あってここまでしか解きませんという話ですが、DHS ね。これが、ブンの M 用とね。いい話。 で、そして、ね、体積ですよという話になりまして、圧力もありますねというところですから、気体の状態方程式ね。これを考えてあげましょうということで、はい。p 1かける体積 d 1ですね。イコール物質量1ですからね。 で、それで与えられていた気体定数 R ね。で、あと、ここに書いてあった気体の温度 T を使いましたとね。で、それでもってそう。これ解いていくことで、まあそう、もう d 1 s 代入したらすぐ出ますが、P 値はあんな風になりますよとね。で、最終的に、俺らはインチが欲しいとね。 いうことになりますから、それだったら、ここに持ってきてあげたらいいじゃない、p1 をね。っていうことでそう。まあもちろん、s で約分した後、ひとまず、h について解き直しましたよの、ロージー分の p1-p ね。で、それでもってそう。 今さっき出てきた P 値ね。これを代入してやって、なんかちょっと汚い感じの式ですけれども、まあこんな風に出てきておしまいですよというところでした。で、それでどうでしょうこの設定という話になりますが。あのね、あえてそこまではやってませんが、このカッコの中を P でくくるね。そうすると、MP 分のロー RT という式。 が出てくるのと、こちらはもちろんマイナス1という風になりますね。ああ、わかったねっていう話になりまして、ちゃんと mp 分のロー Rt ね。これが1より大きいからこそ、この h というやつね。これが正の値になってるわけじゃないですかというね。だから p でくくった後のロー G 分の p っていうのは当たり前のようにプラスの値を取りますからね。っていうことになりますので、 ああ、なるほど。もし、H がマイナスになって飛び出してるっていうことだから、結局、条件を満たすところはないよっていう話になっちゃうんだけど、そうじゃない。どっか沈んだところでちゃんとこれで安定するんだねという。まあ、それを言いたいがためにちゃんとこれがあったんだなという。まあ、そこら辺まで見た上で、じゃあ次行こうとね。いうふうにできると、とても精神衛生的にもいいし、 まあ、これから先こういう結果をもし使うんだとしても自信を持って使えるではないですかというね。なあたり。あとね、もっと嫌な問題としては、このような条件を満たすための、あの、不等式を求めてくださいとかね。それは、ここのところがゼロに大じゃなきゃいけませんというね。うん、いうことで、もう一問噛ませていきたいとかね。まあ、そういうこともあるにはありますので。まあ、それもそれでまたご注意をと。あたりです。 でも、何はともあれ解いてみないことには何とも言えませんよという話です。さあ、まあそういうわけで進んできていますが、まあまだまだね、先は結構長いですから、頑張りましょうと言いたいです。じゃあ、そんなあたりでこの授業、お疲れ様でございました。はい、本日の授業、いかがでしたでしょうかああ、面白いな、わかったなと思っていても、1週間、2週間と経つと忘れてしまうのが人間と。 いうことになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。